今ね、タイのバンコクのノンバン空港ですね、到着しました。でちょっと早めに到着したんで、これから、プライオリティパスですね、まあ、まだ乗ったことなかったんだけど、自分自身でやったね、お金そのやつで入ったことあるんだけど、これからちょっとプライオリティパスを使ってラウンジに入ってきます。はい、自分の新しく取ったプライオリティパスが、コーラルラウンジですね、これから利用してきます。まだ1時間ちょっと、1時間ぐらいあるので、ね、ちょちょっと食事していこうかなと思います。で、まあ、こんな感じですね、いろいろとあります。サラダ、ありますし、あとは一通り、まあ、ホテルの本当朝食みたいな感じですね。味も美味しいです、ここら辺ね、フライドライス、チャーハンからパスタからあり、スープもありで、ジュース、あとはサンドイッチですね。こんな感じです。であとはビールも7本できるんだけど、あとこのソフトドリンクも各社揃っていて、さらに、ここのところね、で、まあ、こんな感じでね、取ってきました。結構いろいろ一通り取ってきましたけど、サンドイッチ、果物、野菜ですね、あとは麺類、肉、スープ、あとはビールですね。いただきます。いただきます。いやー、最後だね、これ1ヶ月ぐらい住んでいたかな。まあ久々にということで、ホチミン行きますけどね、これからね。国際線と、あとエアアジアの国際線中心ですけどね、エアアジアの大根を見ながら食べる、本当にたまらない、美味しいですね。前回ちょっとシンガポール行くときに往復ともに、ちょっと時間がちょギリギリになっちゃって、ラウンジ利用できなかったんだけど、まあ、これからちょっと早めに行ってね、利用していきたいと思います。いや、いいっすね、この飛行機を見ながら最近ですわ。